マックス・キャリーは、アメリカ合衆国インディアナ州、テレホート出身のプロ野球選手。右投げ、スイッチヒッター。ニックネームは、スクープス。現役20年間で738盗塁を記録し、盗塁王を10度獲得した瞬速の外野手だった。現役のほとんどで、ピッツバーグパイレーツに所属し、晩年に、ブルックリン・ロビンズに移籍した後、 解消したドジャースで監督も務めた。彼の本名はマックス・カーナリアスだが名前が言いづらいという野球アナウンサーからの要望でキャリーに変えたのだという。1910年にマイナーのサウスベンド球団からピッツバーグパイレーツに入団。翌年から外野手のレギュラーとなる。1913年には持ち前の足の速さをで61盗塁をマークし、 自身初の盗塁王、また99得点を挙げて、最多得点を記録。パイレーツには1926年シーズン途中まで、所属していたが、1913年から1925年の13年間の、うち、実に10度の最多盗塁を記録した。彼の盗塁の成功率は高く、1922年シーズンは51個の盗塁をマークし、 失敗はわずかに二つだった。また1925年には打撃も好調で自身最高の打率343をマーク。初めて出場した1925年のワールドシリーズでもキャリーは24打数11アンダと活躍しチームはこの年のワールドシリーズを制覇した。1926年シーズンにパイレーツからウェーバーに登録され ブルックリン・ロビンズに移籍。1929年に引退した。通算70本塁打を記録したが、そのうち24本がランニング本塁打、1本がグラウンドルール本塁打であった。引退後、1932年と1933年に、ブルックリン・ドジャーズの監督を務めた。その後は、全米女子プロ野球リーグに関わり、 1945年から1949年までリーグの理事長職を務め監督としてもミルウォーキーチックスやフォートウェインデージーズを率いた。1961年ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。1976年フロリダ州マイアミで死去。ありがとうございます。